こんにちは。今回紹介する美少女は大久保桜子さんです。この動画では大久保桜子さんの水着画像、水着おっぱいな像、ママ足画像なんかのエキな写真を紹介しています。身長152センチ、ツリーサイズ非公開、推定F カップは巨乳エアボディです。宇宙戦隊キューレンジャーのツリーカメレオングリーン役で連続テレビドラマデビューして、その後は映画 CM と活躍中で、ちょっと前まで女子大生という女流さんです。2020年3月9日発売の週刊プレイボーイ12号では初表紙を飾り、豊満なディッチャにおっぱいを押し出したセクシーな水着グラビアを披露してくれました。2019年7月20日には水着初披露のファースト写真集「さくろこ」を発売したりと、今波に乗っている注目のディッチャにおっぱいの持ち主です。清楚な黒髪美少女なのに服を着ていると分かりませんも、想像以上におっぱいが大きくて水着グラビアに目がくぎ付けになります。これはたまらんレベルのものを集めたので、どうぞ最後までお楽しみください。モデルやグラビアアイドルとして活動している大久保桜子さんのファーストデジタル写真集で見せた水着姿や着用っぽい生足や太もものエッな写真を3サイズやカップサイズなどプロ入り情報と一緒にお届けします。いいなと思った大久保桜子さんの写真があったら、高評価ボタンやこの写真ないなどの熱い思いをコメントに足してみてください。最近ではグラビア以外に YouTuber にも挑戦をしている大久保桜子さん、 YouTuber としての大久保さんも魅力的ですが、やはり水着姿の大久保さんは一番素敵。まっちりしたボディに大きなおっぱいが、これまた素敵なの。画像を見ても残り4名で健在なので、ぜひ最後までご覧ください。クラビアの常連ですし、宇宙戦隊キューレンジャーにも出演をしていた大久保桜子さん、1998年7月20日生まれで神奈川県の出身。かなりクラマラスボディのくせに3サイズを向上していない、グラビアアイドル兼女優さんです。2017年にクラビアではなく女優として芸能活動を開始、戦隊ドラマ宇宙戦隊キューレンジャーで女優テレビドラマ芸能デビューを果たしています。2019年に週刊ヤングマガジンでグラビアデビューをし、デビューをするな否やグラマラスボディが注目をされ、いろんな週刊誌でグラビア掲載されています。現在では女優よりもグラビアの活動の方が目立つ彼女ですが、実はインターナショナルスクールに通っていた経験があり、英語はかなり堪能らしいです。英語を話している YouTube の動画を見てみましたが、普通にネイティブの英語ですごいです。英語が得意となると海外の映画やドラマに抜擢をされる可能性もありますし、ラジオパーソナリティとしても仕事もあります。今後の活動がどのように展開をしていくのか非常に楽しみですね。おっぱいが結構大きくて水着姿がこれまた圧巻でたまらないです。グラマラスって言葉はぴったりなんじゃないかなと思いますし、身なりは結構清楚な雰囲気が漂ってきます。清楚なくせにおっぱいが大きいグラマラスボディっていう、そのキャットも見どころの一つ。水着姿におっぱいを強調したショットだったり、いろんな画像が入っています。水着姿だってと思いきや、横敷きおっぱいが丸乳のセミヌードや下着姿もあり、かなり過激な写真集で今後も期待が高まります。綺麗な美乳ですし、生田絵梨花さん彷彿させるような見た目でたまりません。このおっぱいを生かしてどんどんなり仕事に期待したいですね。戦隊もののヒロインのエロいグラビアを容赦してくれる風習は最高です。では大久保桜子さんの得た写真たちをナレーションなしで見ていきましょう。
いかがだったでしょうか。これからも美少女情報を発信していきますので、高評価やコメントよろしくお願いします。また応援しましょう。